前田道路、株式会社は、東京都品川区に本社を置き、土木建設、道路舗装業を営む、前田建設工業のグループ会社である。アスファルト舗装業の株式会社、高野建設が、ゼネコン純大手の前田建設工業と提携し、前田道路に、社名変更した、自社アスファルトプラントを各地に所有しており、合わせ材販売に優位性を持つ。 道路業界では日歩に次ぐ第2位2020年1月に前田建設工業が発表した TOB には反対の意思を示したが3月12日の期限までに買い付けの上限を上回り出資比率51%となる前田建設工業の連結子会社となる見通しとなった道路舗装をはじめとした工事事業と舗装材材料を販売する 製造販売事業を事業の柱としている。全国各地に工事営業所とアスファルト合剤工場を配置、ブロック製という組織体制を採用し機動力を強化、地域に密着し、得意とする小型工事志向、告知愛材販売でより多くの顧客の要望に応え、心から満足してもらえる仕事を心がける。地球環境問題の深刻化、資源枯渇の懸念が、 世界共通の大きな課題である中、バイオマス燃料、グリーン電力といった新エネルギーへの転換による CO2 排出量の削減をはじめ、中温化合剤や ICT 試向など、地球環境に優しい製造技術や製品を追求し、その開発に積極的に取り組んでいる。2020年1月20日、前田建設工業は持ち分会社の前田道路に対し、 公開買い付けを実施すると発表した。1月21日から3月4日までの期間、2181万株、上場来最高値となる1株3950円を上限に買い付け、出資比率を51%に引き上げる計画。一方、前田道路は TOB 公表の直前、前田建設が保有する。 前田道路の株式を全株買い取ることと資本提携の解消を申し入れ1月24日に TOB への反対を表明。前田道路の公表資料によると労働組合の8割が本県 TOB に反対。また、前田建設工業が主張する本県 TOB による事業シナジーとガバナンスの確立による前田道路の企業価値向上という効果に対しては前田道路の方が 時価総額が高く、市場価値が高いと反発していた。というキャッシュリッチ企業、今枝良造社長は、日経ビジネスの取材に対し、今回の TOB には、当社の労働組合も反対しています。人材流出は、何としても避けないといけません。社員の意見に十分耳を貸さないと成り立たないと思っていますし、それは、協力会社もしっかりです。 それを無視してやるというのは非常に難しい。うちの先々代の社長の岡部正嗣さんは、うちがこれだけ配当を出しているんだから前田建設ももっと配当を出せと言っていましたよ。うちは前田建設の大株主でもありますから、世の中の流れは配当成功を高める方向じゃないですか。でも、うちの筆頭株主は一株あたり20円かそこらの配当しか出していません。 そして我々には、配当を出すなら、投資に回せ。しかもグループの投資に回せと迫ってくる。考え方がちょっと違う。僕らにとって、前田建設の子会社という言い方をされるのが一番カチンと来る。子会社じゃないという自負がある僕らはずっと配当を出して来ました。再上場してから一度も赤字に陥ったことがなく、納税もしている。労働組合ともうまくやってきたと思っています。 と説明していた。前田建設の TOB 取り下げ自由として、前田道路の純資産の10%以上が減少する場合、TOB を撤回できる。という条項があった。そこで、前田建設による TOB への対抗策として、2020年2月20日、535億円の特別配当実施を打ち出す。内部留保してある手元資金の7割以上を株主に、 還元し TOB の再高を迫った。また、ホワイトナイト探しをする一方で、日ポとの資本業務提携の協議開始を発表した。2020年3月13日、前田建設工業は、前田道路への TOB の結果を発表。応募数が買い付けの上限を上回り、TOB が成立した。前田道路への出資比率は51%へ上昇し、 連結子会社になる見通しとなった。特別配当の実施について、編集2020年4月14日、前田道路の経営陣が TOB の対抗策として提示した1株650円の特別配当が臨時株主総会で議案として上定される。株主の過半数の賛成を得れば特別配当は実施される。臨時株主総会の基準日は3月6日のため、同日時点の株主が しかし、前田建設が、前田道路の51%株主となるのは3月19日の決裁後であり、臨時株主総会時点で、前田建設の議決権は24%程度にとどまる見通し、巨額の配当実施は純資産を減らすことになるため、特別配当が実施が可決されるかが焦点になる。臨時株主総会で特別配当535億円可決。 編集2020年4月14日、臨時株主総会が開催され、総額535億円の特別配当が可決された。前田建設は特別配当に反対の意思を示していたが、今後の融和を重視して委任状争奪戦には踏み込まなかった。今回の特別配当により、前田建設は130億円程度を配当として受け取る一方、 連結ベースで約400億円の資金を失うことになる。前田建設は今回の TOB に861億円を費やしており、今後は運営事業の相乗効果を発揮するため、友好関係をどう築けるかが問われている。カッコの県名は工事場所。カッコの県名は工事場所。前田道路社員の男性は愛媛県内の同社営業所に勤務していた2004年7月頃から、 四国支店の上司に何度も呼び出され、この成績は何だ、会社を辞めれば済むと思っているんじゃないか、などと叱責され、同年9月に自殺。新居浜労働基準監督署は、これをパワーハラスメントによる労災と認定し、遺族側に通知した。また、その後に行われた、損害賠償請求訴訟においては、自殺は、前田道路が課した過剰なノルマや、 上司の失責などが原因だったとして、松山地方裁判所は2008年7月1日、遺族の訴えの一部を認めて、約3100万円を支払う、要前が道路に命じる判決を下したが、遺族側と会社側の双方が、交際に控訴した。交際判決、パワハラと認めず2009年4月23日高松、交際は、不正経理に対する失席は、 正当な業務の範囲内にあるとして会社側に約3100万円の賠償を求めた一審、松山地裁判決を取り消し、遺族側の請求を帰却した。これに伴い、遺族側は判決を不服とし、最高裁に上告した。最高裁、上告受理せず2011年1月13日最高裁判所第一小法廷は裁判官全員一致の意見で、 本件を上告審として受理しないと決定した。これにより、高松高裁判決が確定した。2010年2月5日、茨城空港のエプロン舗装多工事において、コンクリート舗装の粗雑工事が発覚した。国土交通省関東地方整備局は、前田道路を1ヶ月間の指名停止処分とした。前田道路は、堺市から上下水道工事の際に用いる。 改良度のメーカーとしての指定を受けているが、2016年以降には改良度を製造していないにもかかわらず、同社が試行業者に販売したとする偽造伝票が大量に同市に提出されていることが、2018年4月の新聞報道で判明した。該当箇所は伝票上で最低でも約1万5000トンにも及ぶとされており、市は土壌調査を行っている。 ABCDEFGHIJ 前田道路株式会社第95期優化証券報告書前田道路株式会社2020年7月28日閲覧 AB 前田建設前田道路を子会社化へ TOB 成功日本経済新聞2020年4月3日閲覧前田建設社長が激白時間的な余裕はない 東洋経済オンライン2020年4月3日閲覧 TOB 反発の前田道路社長ラストメッセージ破滅の道技術者は流出するダイヤモンドオンライン2020年4月3日閲覧 TOB 拒否の前田道路社長子会社と言われるのが一番カチンとくる日経ビジネス2020前田道路の小酸 TOB への捨て身抵抗を続ける内幕は ジャカストニュース。2020年4月3日閲覧。前田道路の特別配当による、買収防衛について考える。M&A オンライン。h t t p s m ン n d ン i n j p a r t i c l e s 柴田ローコラム162020年4月3日。閲覧。前田建設。道路市会社の特別配当に反対へ。東洋経済 ON ライン。2020年4月3日。閲覧。 前田道路、臨時総会で特別配当535億円を、可決。日本経済新聞。2020年4月14日閲覧。前田道路、特別配当535億円臨時総会で、可決。日本経済新聞。2020年4月14日閲覧。産経ニュース。茨城空港の舗装で再び粗雑工事。ひび割れ哀物が混入。 日経 bp ネットオリジナルの二千十一年十月二十八日時点におけるアーカイブ http コロンスラッシュスラ org スラッシュウェブスラッシュ http www。 nikkeibp.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュニューススラッシュ20100215スラッシュ20662スラッシュ作品水道工事改良度架製造指定企業2年以上試行業者に各紙点票毎日新聞 https コロンスラッシュスラッシュ main ichi.jp スラッシュ a rticles スラッシュ20180429スラッシュ dtn スラッシュ041スラッシュ040スラッシュ 017000c2020 年4月3日閲覧。ありがとうございます。